いやー、ほんと、これもうわかんねえな。一体何言ってやがるこの野郎。いやー、今バキ読んでるんだけどさ。散々意味不明な殺人をしていた宮本武蔵が、結局何がしたかったのかわからないまま退場したと思ったら、今度は古代相撲の達人とかいううつくね、とかいうのが出てきて。ああ、小山タレグラーキャラたちがかませにされた挙句、最後にバキが意味不明な倒し方するんだろうなー。なんて思いながら読んでいたら、そしたら突然現役力士たちとの5対5の対抗戦とか始まって、しかもその宿根ってのがバキ側のチームにいるんだから、これもうほんとわかんねえな。それはもう考えたら負けだよね。で、この古代相撲というのは現代の相撲とはだいぶ違うんだろ。そうだね、別物と思った方がいいよ。古代相撲がどういうものだったかというのは日本書紀に書かれている。のみの宿根と大魔の気早の試合の話が有名だね。その話、バキでも書かれていたよな。そうだね。で、私は日本の古代相撲のルーツをたどると、古代ギリシャのパンクラチオンに行き着くのではないかと思っているんだ。おいおい、随分古代妄想的なこと言ってるなぁ。日本とギリシャがどんだけ離れているかわかっているのかよ、わら。まあそう言いたくなるのもわかる。特に特組合とか剣闘みたいなシンプルな闘技は各地で自然発生的に起こったりするから、日本の古代相撲も同様に自然発生したのだと思えてくるよね。とりあえず今はバキにも書かれていた。のみの宿根と大魔の気早の試合がどのようなものだったかを、もう一度確認してみるよ。二人の試合が起こったのは水仁天皇七年の時、紀元前23年の時だ。当時、大魔の気早は、俺最強、俺強えー、と、ぶっこいてたわけなんだけど、これが天皇の耳に入った。天皇は臣下たちに、大魔の気早に並ぶものはあるか、と、聞いたところ、進化の一人が、のみの宿根がマジ強えー、と、進言したんだ。そこでのみの宿根と大魔の気早は、相撲、をすることになった。試合内容は、二人、相対して立ち、おのおの足を上げて相ける。すなわち、のみの宿根が大魔の気早の脇骨を蹴り降りたり、また、倒れたところをその腰を踏み降りてこれを殺す、というものだった。倒れた相手を踏み殺すとかって、やりすぎじゃないのか。当時はむしろ称賛される行為だったみたいだね。倒れたら終わりの現代の相撲とはまるで違うな。うん、そうなんだけど、重要なのは、こいつら蹴り合っているんだよなぁ。はい。名前こそは相撲と言いつつも、やってることは蹴り合いなんだよ。おめぇ、蹴り技の得意な相撲取りとか聞いたことあるか？全くないな。この古代相撲というものを現代相撲のような、はっけよい、残った、みたいなイメージで捉えていると、全くの見当違いを起こす。私はそう考えているよ。バキの作者は気づいてなさそうだな。絶対気づいてないね。要するにこの古代相撲というものは相撲というよりもむしろ、憲法、に近いものだと思う。つまり憲法ということはそうそう自然発生するものではないと言いたいのか。そうだよ。特に蹴り技なんてのはかなり複雑な運動構造をしていて、片足になってバランスを取りつつ、足を敵に対して送り出して過激をするわけだから、かなりの技術的な蓄積が必要になってくる。世界各地には自然発生的な格闘競技が存在するけど、蹴り合いをするものを私は聞いたことがないよ。ムエタイは違うのか？あれはもともと中国南方の武術が伝わったものだからね。まあ、もちろん、世界中探せば蹴り合いをする民族闘技が存在するのかもしれない。しかし、やはりそれは相当レアなものであることは指摘しておくよ。で、霊夢は日本の古代相撲はパンクラチオンが伝わったものだと言いたいのか。それについては少し置いておいて、まずはパンクラチオンがどのようなものであったのかを見てみるよ。ギリシャ人は神霊を慰めるための祭典競技を盛んに開いていて、ピア、ネメア、イストミア、オリンピアで開催された競技は、四大祭典競技と呼ばれている。オリンピア祭典競技は紀元前776年に第1回目が開催された。中国ではこの頃は周王室の権威が失われ春秋戦国時代に突入する直前にあたる。キングダムみたいになっていくんだよな。まああれはフィクションだけどね。古代オリンピックはギリシャにとどまらず、地中海沿岸の各地で開かれるようになり、
最後に開かれたのは紀元後393年というから、実に1000年以上も継続したことになる。なんとも壮大な長さだな。終了してしまったのはどうしてなんだ？それはローマがキリスト教を国教化したから、異教徒の祭典が開けなくなったからだね。まあとにかく、古代オリンピックの種目は軍事教練的なものが多かった。ボクシング、レスリングは世に及ばず。短距離走や長距離走は戦場での伝令のためだし。幅跳びや高跳びは堀や壁を乗り越えるためのものだし。円盤投げや砲丸投げは城壁越しに敵を攻撃するためのものだしね。戦車競技なんてのもあるんだよな。ジョジョでやってたぜ。そうだね。とにかく当時のギリシャでは武人的な教養が何よりも重視されたんだよ。パンクラチオンが古代オリンピックに登場したのは、紀元前648年のことだ。それまでボクシングとレスリングに分離していたことをまとめてやってしまおうということで始められたらしい。現在の総合格闘技と同じ発想だよな。けれどそのルールは現在の総合格闘技とは随分違うものらしい。まず、ラウンド制や判定決着はなく、勝敗は相手が戦闘不能になるか降伏するまで続けられた。反則は指えぐりと呼ばれる、目、鼻、喉、などの柔らかい部分を指でえぐる行為と、噛みつきのみで、あとは何をやってもよかった。つまり、男子最大の急所を攻撃することも、全然オッケーだったわけだね。それじゃあ相当凄惨な試合内容になったんだろうな。ところがそうでもないらしくて、ボクシングとパンクラチオンの両方に出場する選手が、先にパンクラチオンの試合に出場して余力を残してボクシングの試合に出場できるよう、試合順序の変更を嘆願した、なんて記録も残っているらしい。それは一体どういうことなんだ？詳しいことはわからないけど、もしかしたら、みんな早いうちに比嘉の力量差を認めて、怪我をしないうちに降伏していたのかもしれないね。そんな物分かりのいい人ばかりだったのかな。どうだろうね。さて、ここでルーブル美術館に所蔵されている極めて注目するべき彫像を紹介するよ。それがこれだ。いい体してんねー。この彫像はキリキスのパンクラチオン競技者をかたどったものだと言われている。見ての通り体格はヨーロッパ系の人種に比してやや小柄で、頭部にはマゲのようなものもあるので、いかにもアジア人といった風貌をしている。キリキスというのは今のキルギスタンのあたりのことか。その通りだよ。つまりこの彫像のモデルになった当時は、中央アジアの遊牧民だと思われるわけだよ。そんなところの人までパンクラチオンに参加してたんだな。かなり広範囲な地域の人たちが参加してたっていうしね。アフリカ大陸の黒人の参加者もいたらしいよ。で、重要なのは、この闘志の像が蹴り技を繰り出しているということなんだ。どういうことなんだ木林。この闘志の出している蹴り技って、左右の手で上段を防御しつつ、足裏の前足底と呼ばれる部分で過激しているんだけど、かなり複雑な運動構造で、現代の拳法にも通じるものがある。はっきり言って、自然発生的に、いわば本能的に繰り出せるものじゃなく、かなりの技術的な精錬と蓄積があって形成された技だと思えるね。なんか私には結構普通の技みたいに見えるけどな。現代人はテレビを通して空手やプロレスの試合を見ているから普通に思えるかもしれないけど、そういった情報媒体のない時代では、ただまっすぐ突くことで最強必殺技だったんだ。ましてや足を使ってまっすぐ蹴ってくるなんて、常人には理解できないような魔法の技だったろうね。そういうもんかな。で、この話が日本の古代相撲まで繋がってくるということか。ゆくゆくはそういうことになるんだけど、結論を出すのはまだ早い。とにかくここでは、中央アジアの遊牧民の間で発達した蹴り技が、ギリシャのパンクラチオンへと持ち込まれた、というところを押さえてほしい。とりあえずわかったぜ。キルギス人はモンゴル高原の遊牧民たちと連携して、しばしば漢民族と戦っていた。遊牧民は古代中国の軍事技術に多大な影響を及ぼしていて、青銅製武器の作り方とか、戦車戦術とか騎馬戦術とかは、みんな遊牧民が中国にもたらしたものなんだ。周王朝の創建者である武王が殷王朝を滅ぼした時に、殷の中王は逃げて自決したんだけど、武王は、経路の剣で中央の屍を打ち、とどめの儀式としたという。経路とはトルコの音訳であり、トルコ式探検を意味するということだよ。また、周の牧王が聖獣を倒していた、今後の剣とは、
キルギスの探検だったという説がある。古代中国人は遊牧民によってもたらされた技術を重用しており、その中にはキルギス製のものが含まれていた可能性は十分あるわけだよ。つまりまとめると何が言いたいわけだ。パンクラチオンに蹴り技をもたらしたキルギス、そして中国に技術をもたらしたキルギス他遊牧民たち。もちろんパンクラチオンに参加していた遊牧民はキルギスだけではないということは十分あり得る。ということは、ユーラシア大陸を東西に貫く遊牧民を通じた文化伝播ルートは確かに存在していたということだよ。なんだってっていうか世界史をやっていると結構有名な話だしな。じゃあキリがいいから今回はこの辺で切り上げることにするよ。なかなか壮大な話になってきたな。まあ、しっかりやれや。おうよ。次回は今回の続きか。そうだね。次回は中国における古代相撲の状況について話していくよ。それじゃあ今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。前回の続きなわけだけど、なんだっけ。覚えてねえのかこの野郎。まあまあ、とにかく前回のおさらいを3行で頼むぜ。日本の古代相撲とパンクラチオンには何か関係があるっぽい。パンクラチオンには中央アジアの遊牧民によって蹴り技が持ち込まれた。古代ギリシャと中国には遊牧民を通じた文化伝播ルートがある。以上。ああ、そうそう、そんな話だったな。で、続きは。その前に、ちょっと世界史の基本事項を確認しておこうと思う。バキにドラゴンロード、ってのがあっただろう。そういやそんな話もあったな。前回、遊牧民を介した文化伝播ルートを紹介したんだけど、それがバキに出てきたドラゴンロードなんじゃないかと思ってる人がいるみたいなんだ。違うのか？大航海時代が始まる以前、東西の文化伝播ルートには3つのルートがあって、それぞれ、草原の道、オアシスの道、海の道と呼ばれているよ。一番上の緑のやつが草原の道だ。前回話した遊牧民を介した文化伝播ルートは、この草原の道のことだよ。なるほど。真ん中のオレンジのやつがオアシスの道。これは砂漠のオアシス都市を結んだ道で、この道を通じて中国の絹や生糸が西方に運ばれたことから、シルクロード、とも呼ばれているよ。まさかドラゴンロードというのは。その通り、あれのモデルになったのはこのシルクロードのことだよ。確かになんか砂漠の中通ってるもんな。ちなみにパンクラチオンが中止になったのはローマでキリスト教が国教化されたからで、中国人憲法化のせいでローマ市民が優勝できなくなったからじゃないからね。いいんだよ、そういうことは言わなくて。最後のピンクのやつが海の道で、この道を通ってギリシャ系商人がいろいろと品物を運んできたんだ。ギリシャ人、来てたんだな。中国まで。けど、1世紀以降のことらしいんだけどね。例の飲みの宿根と大麻の気早の試合があったのが紀元前23年。つまり紀元前1世紀の頃だからね。微妙にずれてるか、ま、大体同じ頃とみなしてもいいかも。まあそうだね。とりあえず古代の東西伝播ルートについてはこれぐらいにしとくよ。わかったぜ。もう一つ、ちょっと蹴り技についても言及しておきたい。今度はなんだ？なんか、蹴り技が容易に自然発生するみたいに思っている人がいるっぽいんだけど、ちょっとこちらの書籍のページを引用させてもらうよ。この書籍によるとだ、この前紹介した蹴り技を放つパンクラチオン投資の彫像、あれがパンクラチオンの技を記録したとみなせる遺物の中で、ほぼ唯一の蹴り技なんだそうだ。ということはパンクラチオンに蹴り技は、ほぼ存在していなかったということだね。まあ、他には、相手の膝裏に足を引っ掛けるっぽい動きや、膝蹴りっぽい動きとかあるけど、明らかに蹴り技だと言えるのはあの彫像がやってた前蹴りだけだね。ちなみにエジプトとかメソポタミアとかの、紀元前1000年から2000年くらいに作られたというレリーフにも、剣闘とかレスリングみたいなのはいろいろあるんだけど、蹴りを放っているものはなかったよ。ということは、日本の古代相撲では蹴り合いをやっていたけど、その蹴り技ってやっぱり、大陸から伝わったものだと私は考えているよ。あれだけ離れている日本とギリシャの関係が、蹴り技を通して少し繋がったような気もするな。ただ、
一つだけ問題点がある。なんだ？例のパンクラチオン投資の像、作られたのはおそらく紀元後1世紀くらいらしい。と、ルーブル美術館のサイトに書いてあるんだよね。え、それじゃあちょっと時代が遅すぎるんじゃ？ただまあ、だからといってパンクラチオンに蹴り技が伝わったのが紀元後1世紀というわけではなく、それよりはるか前に伝わっていた可能性は十分あるわけだし、少なくとも紀元前後くらいにパンクラチオンに蹴り技が存在した、ということはできるよね。まあ、そういうことにしておこう。さて、じゃあ随分前置きが長くなったけどいよいよ本題に入るよ。おう、アクしろよ。まず押さえてほしいのは、パンクラチオンが初めて行われたのは紀元前648年ということだね。今回の焦点になるのは、これ以降、草原の道を通ってパンクラチオンが中国まで伝えられたのかという点になる。相撲を表現する一番古い言葉は、確定、と言って、この確定という語が一番早く秘書に現れるのは、四季の李氏伝にある真の二世は完全にありてまさに確定俳優の感をなす、というものだよ。その確定というのがパンクラチオンに関わってくるということか。まあもうちょっと待ってくれ。次に出てくるのが漢書の不定期で、元封三年春、確定の儀をなす、300里内、皆来たり見る、と記載されている。元封三年は紀元前108年だね。なんかお祭りの出し物でもしてるかのようなイメージがあるな。そして漢書の警報士は、戦王の霊、陰楽の中に没す、と確定の儀を批判し、限定の時に至り、確定を止む、と述べている。この限定というのは紀元前49年から紀元前33年まで定位にいた人だよ。つまりその確定というのは中止されたということか。そういうことだね。確定の儀は紀元前200年頃に死んで始まり、紀元前108年の漢の武帝の頃に最盛期を迎え、紀元前33年くらいまでには中止されたということ。その間約150年くらいになる。儀、というのはどういう意味だ？娯楽という意味だろうね。つまりあれか、現代の我々が相撲観戦とかして騒ぐのと同じようなことをやっていたと。まあそうとも言えるかもしれないけど、私が思うにこれは、馬騎の地下闘技場みたいなことしてたんだと思う。え、ということは？つまり、凄惨な戦いを見せる見せ物だったんだよ。通常の刺激じゃ満足しない金持ちどもが好きそうなものだったと。中止になったのはそこら辺が原因だったんだろうね。やるたんびに障害者や死者が出るようなものだったら、さすがにこれはもうやってられないだろうと。かつてはローマのコロッセオでもそうした見せ物が行われていたみたいだよな。日本の古代相撲でも飲みの宿根は大麻の気早を SATSUGAI してるし。漢書にある戦王の霊、陰楽の中に没す、というのは、見てる方にとってはとてもエキサイティングだったんで、その時期の帝が業務をないがしろにしてしまった、ということだと考えられるね。昔から金持ちってのは残楽賞が大好きだというイメージがあるよな。確定ではどのような技が使われたのか、については明確な資料が残ってないんだけど、明の時代に書かれた水滸伝には、没面目の小帝、という人物が出てきて、この小帝は先祖代々相撲を生業としているというんだ。力士なわけだな、どすこい。で、この小帝が黒旋風の力を蹴り技で倒すシーンがあって、その蹴り技は小帝の家に代々伝わる秘伝の技だというんだ。力士が蹴り使うとかエドモンド本田かよ。とにかく、少なくとも明の時代には相撲の決め技として蹴り技があったとは言えると思う。けど、例の確定からは1000年以上後の時代の話だよな。とりあえずここでは、相撲は伝統的に蹴り技 OK な競技だった、と押さえておいてくれ。とりあえずそうしておいてやら。さて、ではいよいよギリシャのパンクラチオンが中国に伝わったのかという話なんだけど、パンクラチオンが最初に行われたのが紀元前648年で、確定が最初に行われたのが紀元前200年頃。感覚的には400年以上空いているわけだな。だからギリシャから中国まで文化が伝播するだけの時間的な余裕は十分あったわけだよ。さらに紀元前334年にはアレクサンダー大王が東方遠征を開始し、ギリシャからインド近辺にまでまたがる大帝国を作り上げた。この帝国はギリシャ文化を広範囲に広めたんだよ。つまりそのアレクサンダー帝国の流れに乗ってパンクラチオンが伝播しても、不思議ではないよね。
さらに、紀元前4世紀頃は西アジアを経由してエジプトのガラス工芸品が中国に伝来していたりもする。ガラスのような壊れやすいものが伝来するなら、格闘術を身につけた人間が伝来するのはもっと容易だろう。逆ドラゴンロードってか。そしてパンクラチオンも確定も観客の前で闘技を見せる、という共通点がある。闘技を見せ物にするという発想を中国人がどう思いついたか。ということを考えると、ギリシャ方面から伝播したパンクラチオンの情報に影響されたということは十分考えられる。それと同時にパンクラチオンに参加していた、蹴り技を身につけた中央アジアの遊牧民闘士が中国まで伝来していた。なんてことも十分考えられるんだよ。現在のモンゴルでも、ナダム、と呼ばれる闘技を見せ物にする祭典があるけど、これだって元ネタをたどればパンクラチオンに行き着くかもしれない。そこまで言ってると、何でもパンクラチオンかよ。って突っ込みがきそうだな。まあ、来るだろうね。ただ私は、一つの試論として提示したいと思っているよ。プロローグで言っていた南拳北斎の話、北の武術が蹴り技が得意だというのは遊牧民と関係あるのかな？ぶっちゃけ私は北派武術というのは北方騎馬遊牧民の武術だと思っているよ。最後にまとめると、私が考える蹴り技とパンクラチオンの伝播ルートは、まずは中央アジアの遊牧民によってパンクラチオンに蹴り技が伝播し、次にアレクサンダーの東方遠征の流れによってギリシャ文化が中央アジアまで伝播。この時パンクラチオンと闘技を身につけた人間も一緒に伝播。そこから草原の道を通って中国までパンクラチオンと闘士がセットで伝播。というところだよ。なんとも気が遠くなるような話だな。で、ここからさらに日本まで伝わるというんだろ。ここからさらに朝鮮半島を経由してパンクラチオンが日本に伝わり、古代相撲になったという話をしようと思うんだけど、もう少しだけ話が続きそうだから今回はここで切り上げようと思う。次回で終わるのか？あとちょっとだから次回には終わるよ。そうか。とにかくしっかりやれや。おうよ。それじゃあそろそろ締めますか。そうだね。せーの。ご視聴ありがとうございました。最後まで視聴。はあ、どすこいどすこい。ついに行かれたか、この野郎。いやあ、新型コロスケのせいでさ、相撲が中止になっちゃったじゃん。そうだね。私はあの、肉の塊同士が激突する様を見るのが大好きなんだよ。それが見れなくなってるもんだから、なんか物足りなくてな。そうだね。けれどこればっかりはさすがにどうしようもないよね。そこで私は考えたんだけどさ。要するに相撲って、相手に密着して、密、になるからダメなんだろ。まあ、それだけじゃないとも思うけど。そこでさ、あれ、寸止め空手ってあるじゃん。実際に相手に当てちゃいけないやつ。あるね。それと同じように寸止め相撲っての作ればいいんじゃないかな。実際に相手に触れずに相撲するの。一体どうやるつもりだ、それ。だから、張り手を入れたり、回しを掴んだりする直前に審判が判定するんだよ。今の回しの掴み方は一本だ、とかって。で、前回の続きからだけど、前回はパンクラチオンが中国に伝わって、確定、になったところまで話したんだよね。そういやそんな話だったかな。今回はその中国に伝わった確定が、どうやって日本まで伝わったのかを話してみるよ。いよいよ大詰めだな。そうだね。今回のキーパーソンとなる人は、この武帝という人だよ。武帝は強大な軍事力を背景にして、対外拡張政策を取り続けた人だ。紀元前108年、当時朝鮮半島にあった英氏朝鮮は、武帝によって滅ぼされ、洛浪軍をはじめとする直轄四軍が置かれることになったんだ。軍というのはなんだ？使者みたいなもんだと思ってくれればいい。要するに、漢という本社直轄の使者が朝鮮半島に置かれたんだよ。ちなみに洛浪軍は、現在の平壌にあたる場所に置かれているよ。ふーむ、漢と直接つながった使者が朝鮮半島に設置されたのか。
これでまた一歩、日本に近づいた感じだな。武帝が落郎軍を設置した紀元前108年は、漢書、武帝記にあった、武帝が確定の儀を開いたという元封3年にあたるよ。忘れちゃったという人は、周辺を見直してくれよな。そして、落郎軍をはじめとする直轄四軍のうちの一つ、新番軍は、朝鮮半島の南端に位置し、九州とは海峡を挟んで目と鼻の先にあるよ。さらにまた一歩近づいたな。つまり、中国で確定の儀が絶頂だった紀元前108年という時期に、中国と朝鮮半島の南端までをつなぐパイプが出来上がっていたんだよ。あと一息で日本まで流れていきそうだな。漢書、地理史に。落郎海中には陣あり、分かれて百余国をなす、祭事を持ってきたり献献すという、という記述がある。つまり紀元前1世紀頃には、日本人が落郎軍まで来ていたということだよ。つまりこれで、朝鮮半島と日本を結ぶパイプも出来上がったわけだな。あとはこのパイプを伝って、確定が日本まで流れたのかどうかという話になるな。漢書、聖域伝に、七肉林を設けて、もってしの客をもてなす、確定の儀をなし、これに見せしむ、と、記載されている。シーというのはなんだ？中国の周辺に異体民族を総称して、シー、と呼んだんだ。だからその、シー、の中に、朝鮮からの使節がいたことは十分考えられる。つまり、これで確定の儀についての情報が、朝鮮、もっとはっきり言うと落郎軍まで流れていったということは十分考えられるわけか。そしてその落郎軍には日本人も来ていた。つまり確定の儀についての情報が日本までもたらされたということも十分に考えられる、というわけか。そういうことだね。日本書紀によると、光禄天皇元年、つまり紀元642年に、百済の皇族使節をもてなすため、諸国の力人を招集し、相撲大会を開いたとある。つまり、客をもてなすために闘技を見せ物とする慣習。要するに、確定の儀、というものが、7世紀の日本には定着していたことを表しているよ。その相撲大会でも、のみの宿根と大麻の気早の時みたいに死人が出てたのかな。普通に出てたろうね。昔は選手の安全管理みたいな概念自体なかったわけだから。また、朝鮮半島北端にある、黄海道の碑で有名な高句麗遺跡には、確定を描いたと思われる壁画が存在する。これらは4世紀頃に書かれたと言われているけど、つまりその頃までには確定、相撲大会のようなイベントが朝鮮半島にも存在したと考えられるよ。おい、なんか万能壁画が混じっているぞ。落郎軍の設置が紀元前108年、のみの宿根と大麻の気早の勝負が紀元前23年。つまり確定の儀というイベントとその闘技が日本まで伝わるだけの時間的な余裕は十分あったわけだよ。そんな昔の日本が海を挟んだ中国と、そんなに深く結びついていたというのも驚きだよな。当時の漢は国際秩序の中心だったからね。例えば五漢の時代、和人の使者が皇武帝から、漢の和の名の国王、と刻まれた金印を受け取っている。漢は周辺諸国の主張に国王などの称号を与えて、皇帝を中心とした秩序の中に位置づけることを行っていたんだよ。じゃあ、最後に今回の話をまとめてくれないか。オッケー。紀元前7世紀頃にギリシャで生まれたパンクラチオンは、アレクサンダー大王の遠征や騎馬民族による伝播を通して中国に伝わり、確定、となった。そして、漢の武帝の時代の対外拡張政策や国際秩序の形成を通して、確定は日本まで伝播し、古代相撲となった。あれだけ離れていたギリシャと日本が、なんか見事に繋がった気がするぞ。今、古代相撲編をやっているバキに列海王が出てきたら、宿根の奴に、貴様らのいる場所は、我々は2000年前に通過している、と、言ってやれるぞ。冗談でもなんでもなくガチにそうだもんな。死んじゃったからね、列先生。じゃあ今回の話はこれで終了だよ。スケールがでかくて一時はどうなるかと思ったけど、なんとかまとまったみたいだな。相撲とパンクラチオンが関係あるとか普通は考えないから、結構面白かったんじゃないかと思うけどね。次は何をやるんだ。
コメント欄を見てると、みんな日本刀の話が大好きみたいなんだよね。中国には明の時代に日本刀術が伝わることで形成された、両刀術、というのがある。次回からは日本刀術と両刀術の関係について、歴史的な点から解説してみたいと思うよ。なるほどね、まあ頑張れや。おうよ。それじゃあそろそろ締めますか。そうだね。せーの。ご視聴ありがとうございました。最後まで視聴してくれてありがとうだぜ。よかったら下にあるチャンネル登録をポチッと押してほしいぜ。高評価をもらえたら嬉しさのあまり逆化しちゃうよ。次回の動画にもガチで取り組むから応援よろしくね。